野部なのか野球部なのか。部活じゃねえんだよ、部門なんだよ。そこまず間違えないでほしい。何々部は部活じゃん、部門なんだよ。背負ってるもん違うからさ。俺はまあ生優しい言い方しない、部門つってるよいつも。お遊びじゃねえってこと。つまり普通に俺オニアがもう辛いやめるとかやしたら切れるからね。お前一生変われねえよつって。他のゲームやりてんだったら別に早く起きてやればいいし、終わってから夜やればいいし。別に俺逆張りじゃないしな。オニアとスパイギャーが逆張りなのであって俺は別にそこまで逆張りじゃないから。タルコフ逆張りじゃないよ別に。タルコフ逆張りは狭い世界だろう。オーバーウォッチも世間的には逆張りじゃないな。まあ言うてエーペックスも新シーズンだからな。逆張りゲーム、いやまあ別にないんじゃない。言うてな、そんなないんじゃない。ゲームなんて好きな時にやるもんだからな。まあ、BF3 かな。 BF3 ガチの逆張りかな。 BF4 はなんかもう一周回って本当に好きなやつがやってんだろうなって感じする。今言うと角が立つけど、いや今だから言うけど、いや当時の方が言いやすかったな。今言うと角が立つけど、なんか一周回りきってロッカーメトロが人気になっちまったから言いにくいけど、俺はロッカーメトロは何一つとして面白いと思ったことないから、裏取りして相手側の一番奥の拠点を本気でね取ってて、その裏取り対処に来てる時の舞台 VS 舞台のロッカーメトロはおもろいけど、到着したロッカーメトロは何がおもろいのか1ミリも理解できない。俺は裏に抜けて舞台と舞台が裏取り対処するやつしないやつでの命の削り合いしてるあのコンクエストのロッカーはおもろい。あれはおもろい。真ん中の C で膠着してる時のロッカーメトロマジ何がおもろいか分からんもん。あれなんであれが人気なのか分かんないし、なんであのあの系譜のステージが作り続けられてんのかも分かんない。これね今言うとあれだけどね、当時は正直これを言っても文句言うやついなかった。相違だった。割とそれ言ってるやつ多かった。生き残ったのはロッカーメトロな。ロッカーメトロやるやつはずっとやるんだろうな。だからちょっと言いにくい風潮がある俺の中で。昔結構ロッカーメトロをケチョンケチョンにけなしても文句ないみたいな風、誰も相違なしみたいな風潮あった。今言いにくいよな。俺 BS3 かな4かな、どっちだろう。メトロかロッカーか忘れたけど、嫌いすぎてマブで遊んでた。3か、マブで一生ロードキルしてた。それはおもろかった。マブで嫌がらせで殺しまくんのよ。50キル1ですとかになるんだよね。前世紀のマブやばかったよね BF。 なんだろうな、相場ドローンあるじゃんバロラントに。あれの速度が5倍ぐらいあって時間無限で何回も出せる。それをぶつけたら敵は死ぬんだよ例えるなら。やばくない？それを32対32で何人もできる。2、3人いるからずーっと隙間取ってくるの、ハエみたいに。で、ハエに、そのハエに触られたら死ぬの。めっちゃうざい。相場ドローンぶつけて人死ぬみたいなゲーム。なんかあの頃のゲームってバランス終わってた気がする。今のゲームってほんとバランスいいんだよなーやってて。まあそのバランスの悪いバカゲーな部分を楽しんでたところはあったかもしんないけど、BF に関しては不快度の方が大きかったかな。BFBC2 とか今の人たちみんなやってないでしょ。半径6メートル即死っすよ。1人7発持ってて補充できるロケットランチャーが。どんな遠くても、とりあえず偏差もなしにそいつに撃てば、そいつが走ってても死ぬレベル。まあ多少走ってたら偏差いるかな。さすがに50メートルとかで。敵が建物の中いるなっつって。あの中にいるなっつって。この裏の壁にぶつけたらもう中吹っ飛ぶ。そのクソゲーを楽しんでた。今はもうゲームのバランス良すぎてびっくりしちゃうわ。BF4 とかマジでバランスいいよ。バカが。オッケー、キルタスク2進んだわ一気に。雷鳴ってるから犬が騒いでるな。今誰もいないのか、俺が配信始めてから。連れてきたるか。ここまで聞こえるぐらい犬が騒いでる。雷にビビるんだよね、うちの犬。うちの犬もね、マジ絶対鳴かないし、絶対騒がないんだけど。マジサイレントドッグなんだけど、雷だけは無理なんだよね。
配信部屋に連れてくるの久しぶりだもん。めったに連れてこない、散らかってるから変なもん食われたら困るんだ。本当はここココちゃんの特等席なんよな。確かにココちゃんのデカさがわかるな、この子が膝の上に乗ると。でもこの子ココちゃんと同じぐらいだよ重さ。まだこの子の軽いな、4キロ、ココちゃん5キロある。まあ、猫の方がでかいっすね。うちの猫みんなでかいんで、チビ以外。猫がでかすぎる。メイン君とノルウェーちゃんでかい。普通にオスだったらメイン君とか10キロぐらいあるしな。何歳だ ?3 歳?あんた何歳 ?3 歳か4歳。3歳かな、多分。命名俺だから。ペコの命名。犬って子供の時に頭蓋骨割れてんすよ、ここが。割れてて手触ったらくぼみがあるんですよ。そこの部分はペコって言うんですよ。触ってめちゃくちゃ頭蓋骨割れてたから、名前ペコ。ポメチワ。犬種はポメチワ。ポメラニアンとチワワだね。やべえ、めっちゃ足痺れた。ちょっと待って、あかんわ。ペコちゃん、足痺れてしまった。ごめんな。苦しい。一回降りれるか。ごめんな。めっちゃ足痺れてしまった。あかん。あかん。あかん。ああ。ああ、血が止まった。いや、長時間した時と足組んで犬猫の押してる時めっちゃ足しびれんだよな。ああ。俺はなんでワイプつけ始めたのか。よく聞いてくれましたね。僕がワイプをつけた理由ですか。理由は特にないな。なんだろうな。やっぱ海外の、やっぱスイッチ最初の頃海外の後追いじゃないけど。やっぱこれからはこうだよなみたいな、これからワイプありだよなとか、そういうのやっぱあったから。海外の配信者が最近はもうみんなワイプつけてる。だったら日本の配信者もワイプつけないとダメだろみたいな、若干のちょっと同調圧力はあって、俺はワイプつけながらゲームするの苦手なんだけど、苦手だったんだけどそれでつけた。しゃあないなと。顔出して配信しだしたのってスイッチの海外勢でしょ。やっぱ日本だとちょっとやっぱ傷、なんか古傷のあるやつらしか顔出してなかった気がするな。ちょっとアングラだった。一周回って顔出して全て出し切ってんのに、顔出すやつは出してる。もう俺の昔のイメージガチで、もう全てを出したやつが行き着く先だった。顔出した配信はなんかやばい風潮あったよね。顔出してるやつって大体やばいことやってるようなみたいな風潮あったよね昔。最初に顔出し始めたやつはすげえよ、リスペクトだよ。出すもん出してるぜ、すげえよ。は一生だめないな俺は。もう俺一人だけのもんじゃないからな。まあいいんだけどさ、ぶっちゃけ LEDX 分けでも見るか。やっぱウッズのここに毎回走ってくる人は LEDX 相当拾ってるらしいね今季。ほらほら来ないからさ、拾ったことないんだよここで LEDX 一度も拾ったことなくて。自分いつかここで持ってて来てくんねえかな。丸腰のほぼ初心者みたいな人がここ見ずにここパワーって真っ先に漁ってくんねえかな。なんか身柄処する。なんで身柄来れんのこれ。バック拾った音でかい。やべえ、笑いが止まんねえよ今の打つ瞬間。たまんねえよマジで。俺が絵に描いていたような最高のキルじゃねえか。うーわ最高だ、すまねえ。たまんねえよ。これつかめ、待ってこれ何 PMC。 うわ PMC だ。うわやばいやばい、ここ、このポジションやばいかも。しょがりの聖地かもこれ。マジか、うまい。あーマジか、2キル進んだ。うわパニッシャー、俺結構沼ってたんだけどな SV できる。やーべー助かる。すまない、君たちの命は絶対に無駄にしない。俺は一生背負っていく。お前たちを殺したという事実を、初心者を2人殺したという事実を一生背負っていく。そしてこのタスクを必ず完遂させてみせる。俺はお前たちの命を背負っていくからな。
死にました。